今日のお客様はもう本当にいろんなジャンルで八面六臂の活躍をされています蜷川美佳さんでいらっしゃいます。今日は本当にお忙しいのありがとうございます。よろしくお願いします。エネルギーの塊みたいな、はい、ど真ん中にね蜷川さんいらっしゃるから、はい、あの本当に、まあ、文化庁としてはねやはりこういうそういうジャンルの方たちがどれだけ世界中に発信していただけるかっていうのにね、はい、もう国の命運をかけようと頑張らないとそういう意気込みでね、はい、やってるんでね、はい、まあ、そういう意味ではもうあの美佳さんにもあの美佳さんと呼ばせていただいて、はい、今日はあのいろんなお話を伺いたいので、はい、よろしくお願いします。まずは、まあ、演出家のお父様、はい、それから女優をやった人、はい、お母様の間に生まれたということで、まあ、ある意味ではそういうエンターテインメントといいますかね、はい、そういう芸術一家の お嬢さんとして生まれて、はい、なんかそっちの方に例えば自分は行こうとか。そうですね、なんかあの、本当に生まれた時からクリエイティブなことに触れれる環境にいたのでうんうん、うん、何かこう自分も物を作ってあの表現する人になりたいっていうのは本当ちっちゃい時から思ってたんですけれども、 なんかやっぱりこうやっとその呪縛から解け始めたかなと思いますけど、うん、ずっとこう蜷川さんのお嬢さん、蜷川さんのお嬢さんって言われ続けていて、こうそこに対してこうものすごく結構小学校ぐらいの時から、うん、じゃあ蜷川美佳個人としては何ができるのだろうかとか、こう私って何なんだろうみたいなことを考えるのにこう結構十分な環境だったんですよね。なのでこう何かやりたいけど何をやったらいいんだろう、私の表現ってっていうのがかなり早い時期から意識的にあった時に、うんうん、こうどうしても演劇の道を進むのがハードルが高すぎてもうこれは一生言われるっていうのも潜在的にあったと思いますし、私なんか演じる側をやってみたいなと思ってた時期がちっちゃい時あったんですけれども、うんうんうん、子役はやらなくていいから、こうその間にこうたくさんいろんな面白いものだったりとか興味のあるものをたくさん見て、うんうん、こう自分の栄養にしなさいっていうようなことを言われてたので、うんうんうん、実際こうできることがあんまりなかったんです、うん、ちっちゃい時で絵をじゃあ絵描こうかなって絵を描いたりとか、うん、まあ、写真は当時はフィルムだったのでお金がかかるからこうなかなかスペシャルなことだったんですけれども、うんうん、そういってこう何か自分の表現をしたいっていう思いだけがものすごくこう大きくなっていって、こうどうしてもこう直接的に演劇っていうことを本当はやりたいのかもしれないけどなんとなく避けて美大に入るまで行ったっていう感じです、うん、あ、なるほどね。やっぱりもう表現をするというのはもう当然環境もあるし DNA の中にもあるわけだから、やっぱり何か自分を表現する、そういう創造物を作るということは子どもの頃から自然にあった。そうです、もうなんか小さい時の世界ってやっぱり家族が 100% じゃないですか、うんうんうん、そうすると 100% 作る人しかいなかったのと、うんうん、あとはなんか割と仲が良かったいとこ2人が女優さんをやられてたりしてたので、もうそういうものなのだというこうスタート地点だったから、ね、うん、じゃあそれで何をしたらいいんだろうとか、うん、私は何をするんだろうみたいなことにフォーカスしてた感じですね、うんうん、それで最初にその、まあ、例えばカメラがあったと、はい、でカメラ映して、あ、なんか自分でファインダーの中で自分の表現できる世界があるっていうふうに感じたのはいつ頃ですか。小学生の時にいわゆるコンパクトカメラ、普通の皆さん当時持ってたようなコンパクトカメラがうちにあって、でこうそれで家族とかの記念写真じゃなくてですね、私バービー人形が好きだったんですけど、うん、あと軽井沢にあるこう溶岩が流れて固まった岩でできてる、うん、あの鬼押出し園ってちょっとおどろおどろしい園があるんですよ、うん、でそこにバービー人形を持ってって、うん、コンパクトカメラで撮ったのが小学校5年生ぐらいの時なんです、うん、でもそうやって思うと真っ黒なマグマの固まったやつにバービー人形を乗せて、はいはい、割ともうなんか今とあまり変わらないような個性がその時あったのだなと振り返ると思うんですけど、その時から写真って面白いなとは思ってたけど、写真で表現したいと思うようになるのはもうちょっと後ですね、うん、高校生ぐらいですかね。なるほど、うん、でも、まあ、まあ要するにファインダーの中からあのその後ね、はい、映画もお作りになるわけだけども、はい、そのファインダーの中から見る世界っていうのはやっぱり自分のなんか特殊な世界だと思った。そうですね、なんかね、あとうまく言えないですけど、うん、カメラじゃなくてもよかったと思うんですけど、うんうんうん、で特別機械が好きなわけでもなくて、うんうんうん、あのよくほらカメラ好きの方いらっしゃるじゃないですか、うんうん、そういうわけではなかったんですけど、表現方法として、まあ、本当に
ピタッとあったとしか言いようがない。最初からなんかこう自分のこう身体的な表現だったりとか、うん、こう心の奥底にあるようなものがスッて映ったような気がして、うんうん、で結構のめり込んで写真をずっと撮ってた高校生時代です、うん、いやだから写真つってもねやっぱりまあ報道カメラマンからね、はい、ファッションカメラマンからいろんな人がいるわけだけども、はい、美香さんのやっぱりその表現方法っていうのは実はねあのつい数ヶ月前に京都でね、はい、あのたまたま僕も呼ばれていたオークションがあって、はい美香さんの作品がもう金額は言えないけど、うん、高い値段でね、はい、あの落とした人も、ねはい、たくさんいてでやっぱりあのそのカメラで写真でそれをアートにするっていうそういう段階を経るっていうのがね、はい、やっぱり僕は新しい、うんまあ、今の写真っていうかそういう、はい、今の時代なのかなとしかももうそれこそ今いくらでもデジタルで表現が、うんはい、そのカメラを撮った後の表現もできるわけじゃないですか、うん、それにやっぱり今すごくあの 入り込んでるっていう感じなんですか。こう私が高校生の時始めた時っていうのは、うん、フィルム売り場に行くと、うん、こうなんか大人の男性しかいなくて、うん、制服で買いに行ったらもう全員が振り返るぐらい、うん、ポケベルの回数は違いもうそういう時代なんですけどお嬢ちゃんポケベルはあっちだよみたいな時期だったので、うんその時から随分こう写真を取り巻く環境というのは変わったと思うんですよね。でも今長官おっしゃった通りもしかしたら一番みんなさんにとって身近な表現方法が今写真を携帯でいくらでも撮れるのでなんじゃないかなと思うんですけどそうなった時にちょっと前はこうポジを扱えるとかカメラを扱えるとかっていうことが職業とかこう価値につながっていたと思うんですけど今誰でもこう本当に携帯を押せば綺麗に撮れるからじゃあ何をどういう角度で世界を捉えて、うん、何を感じていて何をこう伝えたいのかみたいなことがかなりこう昔よりもさらに重要になってきてるんじゃないかなっていうふうに思いながらやってます、ね、だって素人だってみんなインスタでそうですもう山ほどねもう、まあ、綺麗な写真だったりとかいくらでも撮れるんでしょ撮れるしねすごいこう言ってみればこう大変なところで勝負をしてると思うんですけれども僕もねそう思うのよやっぱり昔その報道にしたってファッションにしたってあのカメラマンっていうのは特殊なねそうですね技術職でもあった技術職だったっていう、はい、でも今はもうあんまり失敗っていうのはないわけでしょみたいなだからあとはそれをそのある意味ですごく目の肥えたというかね写真もこういう、はいあの携帯でもう撮りまくってる若い子たちがあっというような写真を作んなきゃいけないわけでしょ、うんうん、これはもう大変なそのそ、ね、ハードルがねそうでもなんかこう最初からそうなんですけれども、うん、こうなぜ写真が面白かったかっていうと自分の感性と直結していて、うん、こう目がカメラみたいな、うん、カメラ機械を通して何かを作るっていうことがあまり関係ないぐらい自分の感覚と出来上がったものに差異がなかったんです、うん、でそれをどんどんやっぱり磨いていこうと思ってこう結構もう職業としてもカメラマンを長いことやっているので、うん、そうするとこうどうしてもこう経験値で撮れてしまったりとか、うん、こうするとこうなるよねっていうことが分かるので、うんうん、変な言い方ですけど写真はどんどん上手くなるんですけれども気持ちがついてこない時が、うん出てくるんですよね。でこういろいろなこう自分の技術だったりとか経験値である程度のところまでものが作れるところまでは行くんですけれども、そうじゃなくてやっぱり本当に感動したとかこう誰かと共有したいとかっていう思いが強いものがやっぱりいい写真になるような気がしていて、で写真ってやっぱりすごくこう基本的にはポジティブなものを残していくものだなと思っていて、例えばこう私よくお花取るんですけれども、花もなんか今日咲いたものがもう明日には枯れてしまったりとか、もう美しい日差しのキラキラしたのもその瞬間だったりとか、世界をこう儚い一瞬のことの積み重ねでできてるじゃないですか。なるほどね。そうね。で、それを残したい。例えば桜とか分かりやすいですけど、あもう散っちゃうとかっていうのを残したい素敵なことを残す媒体だと思っていて。もしくはこう例えば子供が可愛くて子供の写真撮ったりとか、うん、それをこう人に共有してこんなぞったこんなとこ行ったよって見せるとか何かしらこう結構ポジティブな気持ちが動くときに皆さんもシャッターをしてると思うんですけれども、うん、その純度をどれだけ高められるかっていうことに結構集中していて、うん、あまりこう
このコンセプトを表現したいから、ではこういう場所でこういうセッティングをして撮るっていうようなことを自分の作品ではやっていなくて、どれだけこう無垢な気持ち、まっさらな気持ちでフラットにこう世界と向き合って、その時のこう素敵なものを切り取って、こうみんなにシェアしていけるかみたいなところが結構中核になってる気がします。うん、やっぱりあの去年の8月、今年もやるんですけども、はい、千葉の、ね、幕張でロックフェスがあるんですよ、はいはい、去年はまだコロナの真っ只中だったんだけど、12万人ぐらい人が来て、はい、でそこに、まあ、ちょっとみんなびっくりしたんだけど、文化庁がお金を出すと、うん、ロックフェスとコラボする、はい、素晴らしいですね。でもね、それでね、ミュージック・ラブス・アートっていうテーマにして、はい、そしてまあ本当に世界中からいろんな造形芸術家を5人頼んで、砂浜で砂の芸術をする人とかね、うん、でその中にね、韓国人でアメリカ在住のカメラマンの女性がいて、で僕も本当にそういう写真芸術ってのあんまり認識はなかったんだけども、はい、カンガンとハドソン川と、うん、ただそれをとにかく撮って川の色が違うっていうことをね、やっぱり表現したかったっていうんでね、それでまあちょっとあんまりでかくて、それでなんか数が多かったんで、写真の数が、それで僕たちの願いはロックフェスを聴きに来る若い子たちがパッと見た時にちょっと立ち止まって、ここのアートな、この写真何って、いや実はこれは写真のアートなんだよっていうことを、まあ自然とね、うん、そういう場で、体験してもらいたかったっていうのが一番の狙いだったんですけどもね、本当にあ、写真ってやっぱりアートになるんだなって初めて僕もね、はい、そこの場で認識っていうかな、うんうん、気がついたっていう、感じがありました。やっぱりそのお話を伺っても、その視点だったりとか世界を切り取る角度だと思うんですけれども、なのでより色濃くこうその人が何を感じてて何を伝えたいっていうことが、うん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 、とてもよく出るものだなって思いながら写真は、うん、ね、確かにその通りだと思いますね。やっぱりあとその本当にその作った人 その韓国人の人だとやっぱり韓国に対する愛情とかね、自分はでもアメリカで住んでるわけだから、でアメリカの方がはるかにね、なんかそういう意味でアクティブな活動ができるけども、カンガンは忘れられないみたいな、そういうノスタルジーも入ってる、はい、なんか一つの物語がね、何の説明もないんだけど、なんか物語をまあ、感じたということがありました。でもやっぱりこうそういう例えば美術館で展覧会をやるときって、美術に興味ある方が来るじゃないですか、でもそういう開かれたことロックフェスだったりとか、そういう、こう広い入り口のところでアートに触れれる機会があるって本当に素晴らしいなと思っていて、はい、なんか私もそうでありたいなと思ってて、なんかこうぜひちょっと一回、はい、将来ね、いや広大なね、もうそれこそ今年多分ねまたやるんですけどね、幕張の海があるんですよ、はい、海の沖まで使っていいっていうことで大変です。30メートルぐらいの、今回はちょっといろいろ造形美の一人、前は去年は5人頼んだんですけどね、今年は一人のアーティストにお願いして、やることになったんですけどもね、ぜひちょっと、はい、お声掛けください。あとね、大阪もやるんですよ。あ、そうですか。ですからね、ミュージック・ラブズ・アートってね、だからアート・ラブズ・ミュージックでもいいなと思ってるんですけどもね、ですからまあいろんな、しかも、まあ、文化庁も京都に移転したので、京都発でもなんかね、そういう発信したいということで ね、 はい、あれなんですけど、映画をね、はい、撮られる、さっきちょっと冒頭に言ったけど、やっぱりまあ、カメラマンではない、演出監督をやってらっしゃるんだけども、はいはい、やはりその映画という何か共通項はもちろんあるんでしょうね。写真でも結構なんか出来上がったものは、とてもなんかこう写真と映画って近しいものになることが多くて、コンセプトも結局は近かったりとか、こう自分の表現したいことっていうのは近いんですけれども、割とこう道筋が違っていて、写真って先ほどもお話ししたとおり、すごい身体に近いというか直結しているので、そこに誰もこう入らないでダイレクトにこう自分の感じていることが伝わるんですけど、映画を撮るときっておっしゃると監督なので、演じるわけでもなければ
あのカメラを回すわけでもないとなると、全てを言語化しなくちゃいけないんですよね。だから言葉でこう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 だからこうしたい、このコンセプトはこうですってい う、 こうある種表現したいことが先にあって、そこに向かっていろんなチームでこう作り上げていくので、成り立ちが全然違っていて、 それがすごくやっぱ刺激的で面白かったです。でもやっぱり大変ですけど映画でもね、そのちょっとね種類見せていただいたら、やっぱりそういう映画の体験でそういうチームワークみたいな、はい、いろんな人のいろんな努力みたいなものが結晶になるっていうね、はいはい、でこれがもう今度は逆に言うとアートの方でも、はい、チームで何かを作りたいっていう、そうなんです。最近あの本当にここ1年エイムというチームを組んでいて、はいはい、分かりやすく言うとソロシンガーだったのがちょっとバンドを組んでみたいみたいな感じでしょうか。あの自分だけで、私結構キャリア長くて、29年間ぐらいやってるんです、デビューしてから。で自分のやりたいことをいろんな人にもちろんたくさんサポートしてもらいながらやってくるのは結構やってきたので、そのコンセプトだったりとかものを作る最初からこうチームでやっていく面白さっていうのをすごく今感じていて、自分だけではできないやっぱりこう共に作り上げていく面白さみたいなのを今とっても感じてます。そうですか。例えばね、作曲ってねあんまり人とはできないわけですよ、ただそのミュージカルなんか作ってると、まあ、僕は作曲っていう役割が あるんだけども、はい、作曲音楽もいろんなデパートメントがあって、はい、っていうのは例えばあの打楽器のね演奏家をわざわざ雇って、はい、で僕よりはるかに打楽器を知ってる人とやると、なんかそこの僕の例えばバイオリンの動きなんかが変わってきたりなんかするっていう体験をしたんだけど、はい、基本的に作品はね一人で作るそうですよね、僕はまあそういうタイプなのかもしれないんだけどもね、はいはい、いやでもそれもすごくよく分かって、でもこう一人でやることもできるし、チームでやることもできるって両方を持っていると、なんかこう自分やっぱり異なるいろんなこう多様な人たちが集まって意見が違うこともあるしって、こうやっていくと自分だけではいかないところに行くこともあるし、逆に自分だけでもコツ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 やってるからたどり着くところもあるので、今その両軸をやれてる、やり始めたので、お互い行き来しながらいることが、それはどのジャンルでもやはりそういうエイムというチームが関わる。そうですね、まあ、映画ももちろんすごいチームですけれども、基本的にはこう監督がやりたいイメージしていることをみんなでこう表現していってくれるっていう、やっぱり若干ピラミッド型の構造になっていて、今やってるチームの M っていうのはもうこうみんなでこう議論し合いながらとかってこうぐちゃぐちゃこね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 しながら一個の形ができるっていうものと、あと写真だったりとか作品作りでもそういうものもあるんですけど、自分だけで一人でコツコツ夜中にやってることもある、それはね、それはそうでしょうね、まあ、はい、コアはね美香さんがやっぱり、はい、いるわけだからね、はい、自分のやっぱりで、やっぱりそういう意味でのまあいろんな本当に活動をされてるんだけども、一つ大きなあれがいろんな展覧会とか、はい、エキゼビションやってらっしゃるでしょ、はい、でこれはやっぱりそういうものを作るのとはまた違う、そのためにも作るわけでしょ。はい、そのためにも作りますし、やっぱりこう締め切りがあるとそこに向けてすごくこうエンジンを吹かしていくっていうのもあるのと、あと私すごく展覧会をやっていて、ああいいなって思うのは、今までこう美術展だったりとかもちろん写真展にも行ったことがない方が、皆川さんのなんか面白そうだから来てみましたっていう、ある種の入り口の広さがおそらく私にはあって、こう初めて美術館に来たとかっていうのを、しかも親子3代でいらっしゃってくれたり、おばあちゃまとお母さんとお嬢さんと、まあ大体女性が多いんですけれども、でそうやってこうみんなで見に来てくれるっていう広さを持ちたいなと思っていて、あの誰かだけに向けたこう狭い人たちだけのためのものではなくて、こうちょっとでも興味がある方がいつでもアクセスしやすいような作家でありたいなっていうのはすごく始めた頃から、まあ、父の影響もあるかもしれないですけれども、こう開かれた芸術みたいなことができたらいいなっていうのは常に思っているので、ね、ちょっとね資料を見ると本当に、例えば台北の現代美術館で、はい、えらい評判が良かったという、すごい本当に長蛇の列で、ね、それは何かきっかけがあった？台湾の雑誌の方が取材に来てくださったことがあって、でこうなんかお話ししてたらすごくよく知っててくれて、なんか
サクランっていう映画が結構前なんですけれども、うんうん、それが台湾で公開していて、私も知らないうちに結構私のことを知ってくださった。映画の方が先だった、はい、映画がそれは先だったと思います。でこうなんかすごい興味を持ってくださる方たちがたくさんいて、あこれはなんかそこに向けてもやってみたいと思って、割とこうまず最初台湾を中心にかなり力を入れて活動したんです、うんうん、でそこからこうどんどん広がっていって、割とアジアで仕事ができるようになっていったんですけれども、これから例えばこれからの人たち、あるいは今の人たちも含めてやっぱり海外に発信する手伝いをしたい、はいはい、まずはでもアーティストが頑張ってね、うん、自分たちで努力している人たちをまずどういう人たちがいるんだろうって、はい、今までねあんまり我が国はそういうことをやってきてないのよね。ぜひ今度ゆっくり、ね、こういう人も面白いと思います、うん、そうね、だからある意味でその、うん、そういう才能はどこにでもいる、でもそれを認識するかしないかでね、うん、ですからやっぱりそういう人たちが世界に羽ばたくことによって、要するに日本のコンテンツ、まあ、日本の文化がね、芸術が世界にもっと認知されるという、うん、はい、今までね勝手にね皆さんが例えば和食にしたって、うん、あるいは日本のゲームにしたって、はい、アニメにしたってね、自然発生的に広がってるんですよ、はい、何も誰も手伝ってあげてないのに素晴らしくね、はい、世界的になってきてる。でこれをもっともっと充実させなきゃいけないっていうのがね、僕の考え方なんで。いやもう本当にすごい、ね、素晴らしい。もうやっぱり、私もたくさんいろんなところでやってますけども、うん、毎回毎回大変で、ね、そういう方たちたくさんいると思うの で、うん、今こう頑張って世界に出ようとしていたりとか、もう必死にものを作ってる人たちをサポートしていただけたら、うん、多分私ももちろんだけど、ね、皆さん、そうなんだからね、日本はね文化立国にならなきゃいけないっていうのは、これはもうずいぶん前から、はい、その時の政権も言ってきたんだけども、うん、掛け声だけじゃねやっぱりダメで、でもじゃあ国がねお役人がものを作れるかっていうと、うん、そうではないんで、はい、やはりそういう才能コンテンツ、そういうものを見つけるのがやっぱり仕事なんだ、はい、しかも今美香さんが言ったように、その努力してる人たちね、つまり海外に出たいとか、はい、それジャンルによってそれ全部行き先も違うし目的も違うんだけども、そういう人たちをやっぱり背中を押してあげる。そうですね、うん、みんなもうひいひいながら、ね、やってるんで、だからそれはね、日本はねこれから将来に向かって意図的に計画的にロードマップを作ってね、うん、そういう日本のコンテンツを才能をやっぱり広めるっていうのはね、これはね僕は国の仕事だと思うんですよ。本当にぜひまあだからそういう意気込みでね、はい、やってますけども、やっぱりそういう美香さんみたいに影響力のある人がやっぱり、じゃあちょっとなんか小難しい顔してるけど国と一緒にやってみようよみたいなことをね、でももういろんなところで何かこう国が、うん、一緒にできたらいいよねとか後押ししてもらえたらいいのになって思いながらも、でもきっと無理だよねって諦めムードもアーティストの中にあったりもするので、そこが本当にこう大きな一歩を実際こう踏み出していただけたら、それはもう嬉しいことしかないと思います、うんね、だからそれこそそれを一番極端なロックフェスでね、国の金出してくれるの、いやでも本当にそれはロックフェスにみたいなね、はい、だからそれはこれからますますねやっていきたいなと思っております。いやもうそれはすごい嬉しい、はい、アートもぜひ映画もぜひ、それでアート映画が音楽はね今分かりやすいのね、うん、非常にでインダストリーとしてあるから、はい、これからやっぱりやっていくのがもう今おっしゃったようにアート、それから映画、はい、これがやっぱりねまだまだね、うん、世界的とか入り口にぐらいしか来てないのでね、はい、で国内のアートビジネスもねやっぱり活性化していかないと、うん、そういう意味で例えばアートフェアをね日本に誘致したりするのもやっぱり国の仕事かなと、本当ですね、はい、でもなんかこうここ1年でだんだんとコロナが明けてすごくアートの業界が活発になってきたような感じはすごく肌で感じるので、その後押しをぜひしていただけたらすごくみんな幸せだと思います。もちろん公のエンタープライズじゃなく、例えばアート現代にしても、うん、はい、東京のアートフェアにし、東京すごく盛り上がってますね。盛り上がってる、盛り上がってる。まだまだだけども、これはもうぜひねみんなで応援していきたい。うん、はい、具体的にスケジュール的に、
次に映画作るとか、はい、展覧会やるとかっていうなんかスケジュールあります？今年はものすごく展覧会が多くて、はい、毎月個展が1個ずつ空いてるような状態なんですけれども、年末に森ビルが今建ててるステーションタワーってすごい大きいタワーが虎ノ門にできるんですけど、そこでなんかものすごく大きい空間展示空間があって、私史上一番大きな個展をやるのが決まって、ぜひいらしてください。もうそれで毎日ヒー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 言いながら今作ってる、はい作ってますで、いろいろこうテストして、まあ、映像作品もたくさんあるので、あとはなんていうのかな、イマーシブって体感型のこうなんていうのかしら、空間にのめり、飲み込まれるような体験型のアートを今たくさん作っているので、その実験が大変 それで毎日日々、それ今それを作ってる真っ最中、はい、それがもうメインのね、はい、それがそうですね。あとはもういつもこう、うん、アイラの雑誌の表紙を毎週撮っていたりとかするので、そういうカメラマンとして、はいそうです、通常 の写真撮る仕事をしながら、うん、そう展覧会やりながら、子供が2人いるんで、朝5時半に起きてお弁当作ってみたいなのをやってそれは大変あわあわした日々を、ね、過ごしてます。まあ、文化庁の話なんでちょっと固い話というか、はい、5月に京都に文化庁移りました、はいはい、よく京都いらっしゃる、はい、もうすごくよく行きます。そう月1ぐらいで行ってるかもしれない、本当に、はい、あらららそれはぜひね、いろいろちょっとまたお話ししたい、はい、もうぜひ京都で何かできないかなと思っていて、夜京都あんまり遊べるところ少ないじゃないですか、うんうん、大人しか遊べないじゃないですか、大人遊ぶとかたくさんあるんだけど、ね、なんかエンターテインメントの、うん、まあ、フリーのスペースでもいいんですけど、うん、神社仏閣と組んでこう夜みんながこう来れるようなイベントをやりたいなと思って動いていたりとか、はい、いろいろちょっとご相談させてください。ぜひぜひ、それはね本当にいくらでもご相談にも乗れるし、はい、逆に僕もね、はい、いろいろな話を聞きたいと思います、はい、まあ、というもののやっぱり京都っていうのは、まあ、本当千年の都でね、もう京都行くとね、僕江戸っ子なんでね、もう京都駅降りてた途端になんか空気のね、とか時間 ね、スピードがちょっとゆっくりな感じがするようなね、なんか生活の中になんか文化がある街だなという気がして、はいはい、それを自然にみんなね、うん、空気吸って生きてるわけでね、そう僕がこうやって驚くとなんか不思議そうな顔されるみたいなところがあるやっぱりそういうところからこれから日本全国ね、文化庁は別に京都のために引っ越したわけじゃなくて、はい、京都から日本中の古い有形無形な文化をねやっぱり発信したいということなんですよね、はい、ですからやっぱり僕も本当に、勉強してますけども、はい、これはもう本当に無形有形な文化財、これを深く知ることによって、はい、パッと全国見ると本当に日本中にそういう文化財があるんですよ、はい、でこれは例えば無形文化遺産になったのが古踊りってね、うん、風流って書いて古踊りっていうんです、はい、これがもう津々浦々にあって、でそういうものを地元の人たちもねあまり自然にあるからあんまり認識してない、うん、でそれが実は素晴らしい無形な文化財だったりするわけなんですよね、はい、例えば芸者さんが着てる着物だって、はい、西陣のねもうすごい伝統の工芸だったりするわけだけども、うんうん、例えば音楽一つとっても別に譜面があるわけでもないし、はい、うん、長年口伝でこう、そうですよね、着てるものをねお師匠さんについて、はい、修行して、うん、踊りもそうですよね、はい、だからああいう本当の一つの、まあ、文化が、まあ、日本中にあるんですよね、はい、ですからそれを、まあ、ある意味で発見してね、で発見してそれをまた万々が一でもね後継者がいなくて、まあ、亡くなっちゃうって危険性のあるものがたくさんあるんでね、はい、うん、こういうこともねやっぱりやっていかなきゃいけないなと。私なんかそのやっぱりコロナの時に海外に行けなかったじゃないですか、で割とこう緩やかになってから日本国内をお花を探していろんな地方に行ったりとか、うん、実はお祭りを今興味があって、うんうん、いろんなこう各地でやってるお祭りを取りに行っているんですけれども、 なのでこう今までこう全然知らなかった日本を知るいいきっかけになって、うん、すごくその深さ
を今堪能してる最中で、私も勉強してる最中で、すごくこう、あ、こんなに豊かだったんだっていうのと、それがこう今に息づいてるものがたくさんあるのと、これは何か私の作品にもすごくやっぱり影響が出てくるし、アップデートできる方法はないかなって思ったりしながら見てます。それはいい、素晴らしいね、それは。あ、やっぱりね、あの今文化庁ではね、あの日本遺産っていうのをやってましてね、はい、でこれ47都道府県が、あの申し込んでくる、それはお宅の県の何とか庁にはこういうものがあると、はい、で本人たちもね一生懸命それを掘り起こして、そしてそれをあの応募しなきゃいけないわけですよ、うん、で去年はね、あの関門海峡ね、うん、下関と門司の、はい、あそこね明治維新の時にねやっぱりすごくあの血のりが良かったんで、うん、外国貿易がすごい盛んで、うんうん、もうお金も億万長者がたくさん出たという素晴らしいもの、映画のセットみたいなレンガ台があったり、はい、行ったことないです、ね、それで本人たちが それをアプリケーションを出してきて、そのところに例えばすごく豪商がいてね、うん、でこの人たちがどんだけ苦労して、でもう遭難して台風で打ち返されたりしながらも、もう力強くね外国に向かって貿易を始めたっていうストーリーを、まあ、再現したわけですよ。でそれでこれはやっぱりね観光客の誘致にはねすごくやっぱり地域おこしになるんですよね。いや本当になんかそこにあるものを少しこう角度を変えて表現するだけで、うん、元からあるものを本当掘り起こすだけで全然違う見え方がしますよね、うん、私道後温泉であの何回かコラボレーションさせていただいてるんですけれども、あの重要文化財の、うん、本館っていうのかな、その温泉のすごい建物があるんですけど、うんうん、そこのこう障子を張り替えて、はい、こう和紙で写真あのプリントアウトした花の写真にそこだけ障子だけ張り替えさせてもらって、そうすると中からあんどんみたいになって建物自体がすごくきらびやかになったりとか、中にいると今度ステンドグラスみたいに外からの光で色が入っていって、回ったらその障子張り替えれば元通りだったんですけど、それすごくやっぱりたくさんの方が通常よりいらっしゃったって言ってて、それなんかアーティストと地方の文化財とコラボレーションするのも面白いでしょうし、うん、先ほどおっしゃったみたいにこう元からあるものをこう掘り起こしてちょっと違う見せ方で見ていただくとか、すごいまだまだ可能性がたくさんありますよね。だから今ね、あの本当にこれからさっきから今日お話ししていることがね全部僕がつながると思うのは、はい、コロナで途絶えてたインバウンドがね、うん、これもねすごい数になるって今観光局とか、京都すごかったです、京都はもう何やれって、もう清水寺のあたりは日本語聞こえなかったです。そうでしょう、はい、だから2つあって、この人たちを満足させる日本にはねそういう文化資源がたくさんあるわけですよ、はい、もう一つは夜にね、じゃあ彼らが本当に芸術、日本の今の文化芸術を楽しめる、はい、エンターテインメントも含めた、うん、そういう場所はないんですよ。それを今やろうとしてるんです。あ、それはぜひね後で来たそうこんなのやりますってお見せします。ぜひぜひ、あのねナイトタイムエコノミーって僕は、はい、あの言ってるんだけども、これはね、まあお金の話するのもおかしくないんだ、これが必要なんでね、これから日本っていうのはね、そういう、あのこれがねバカにならない、うん、これを一切今8時以降はどこも行くとこがないみたいな、はい、観光客、はい、これはもう旅行者がねみんな泣いてるわけですよ、うん、でそういうものも含めてね、今度その25年の大阪・関西万博で何かね、はい、一つあのサジェッションをしたいっていう人たちが意外とたくさんいるんですよね、はいはい、そうだと思います、ね、で本当にやっぱりそこができることなら、うん、やってみたいなと思うところで、うん、本当にあんなにたくさんの方がいらっしゃってる時に、うん、こう見ていただける、ね、タイミングもあるので、そうそうそう、すごい大きなチャンスですよね。そうだから、あの日本にね、なんていうかな、4000万人5000万人の人が来るじゃないですか。それはおいしい和食を食べ、富士山を見て名所旧跡を、それを目的に来るんでしょうけども、はい、でそのついでにね、例えば劇場を見たり博物館を見たり、なんか芸術、なんかあれを古典を見るっていうんじゃなくて、その芸術を見に来て、でついでに和食を食べて帰ってくるそういうふうにね、はい、なってくると僕も日本はね、そうですね、本物かなと
目的をやっぱり一ついくつも目的があるといいですよね、うん、やっぱ食もすごい今ものすごくハイレベルだから、それに並ぶようなコンテンツがたくさんあって、うん、どれもこう楽しんでいただけるような感じになるといいですね。これはだからね、美香さんがおばあさんになる頃には確立しておいていただいて、はいはい、我々もいないかもわからないけどねそういうやっぱりね、やっぱりこれから20年30年のね、はい、あの後に、まあ、できれば10年の後にしてもらいたいと思うけどもね、10年の後がいいです ねやっぱり日本がね本当超文化芸術立国になるためにはね、はい、でもやっぱり才能があってこうやり方がうまくいかなかったりとか、やっぱり海外に出る時のなんでしょう、いろんな壁があったりとか、うん、そのノウハウもこう個々でやってるので、うんうん、こう例えばうちだったらこういうふうにやるとここの道が開いたよみたいなこととかを、うん、あまりこう横の連携も取れてないので、ね、そういうこともできたらいいだろうなって思いますし、ね、うん、なんかこうやっぱりそうですね、10年計画いいです ね、まあ10年とはもう、ね、すぐだからね、はい、ぜひあの一緒に何かやりましょう。よろしくお願いします。最後にね、まあ、美香さんの、まあ、近未来的な夢とか、はい、お仕事でもこれは絶対に近々やりたいというようなことありました。あ、でももう生涯現役で作り続けるっていうのがまず一番の自分の希望で、うんうんうん、あとはそうですね、やっぱり映画、まあ、もうジャンルがね、はい、たくさんあるから、はい、だからそういう芸術作品を写真を使って作る、 F では持たない、持ってないんですけど、最近ちょっと持ちたくなってきてとかも、なんかやりたいことがたくさんありすぎて、こう1日が追いつかなくて、うん、あのどこまでやりたいことをやりきれるだろうかって、うん、もう逆算し始めてる。でもね、やっぱり最初ね、やっぱ表現者として育って、はい、子供の頃からやっぱ表現、どのあのどのカテゴリーでもね、表現するのは一緒なんですよね、はい、DNA もね、本当おっしゃる通りです。だからやっぱりあの料理だってね、うん、あのやっぱりそういう表現する能力のある人は何やっても表現ができるっていうことは、これはもう古今東西、うん、証明されてますからね、はい、いろんな新しいジャンルにあの挑戦するのね、はい、もう昔からもうこの道一筋っていうのは確かに素晴らしいことだけども、それだけであの満足しない若者が今増えてるっていうのは、ね、はい、僕は素晴らしいことだと思うんですよね、うん、でもそうだからやっぱりアートのに触れる機会をたくさん持てる接点を作っていきたいのと、うん、たくさんの方が触れやすいような状況になったらいいなと思っているのと、それと同時にその広さも持ちながら深さも持ちたいという、うん、なるほどね、ちょっと欲張りな目標を立てます。いやいや、それはもう当然のことながらね、はい、やっぱりもうね、本当あの深さっていうのはね、今ねやっぱり音楽だってね、深さっていうものをね求めるアーティストが増えてるっていうのはもう、うん、紛れもなく事実、世界中にラップだろうが何だろうが ねあの舞台の演出なんかも見てるとね、だからそれはね、単なる芸術的な創作のことじゃなくて、テクノロジーも知らないとダメだしね、うん、これはねもう僕ね、あの例えばお父さんの時代と舞台表現はね様変わりしてると思う、ね、そうですね、本当になんかそれこそチームに長がいないと、ね、チームがいないと、ね、はい、やっぱり成り立たないようなテクニシャンもいなきゃ、技術者もいなきゃいけないような時代でしょう、うん、まあ大変な時代にご活躍なんで、でもワクワクしますね、はい、まあ、よりもう本当に広範囲なテリトリーでね、ご活躍をいただきたいと思います。頑張ります、ありがとうございます、はい、できることだったら応援しますので、はい、頑張ってください。10年後計画で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。